ザルマイラ・スールはアフガニスタンの政治家、元外務大臣、カーブル市出身。父はムハンマド・ダーウード政権の秘密警察長官だった。カーブルのフランス語貴族学校、イステクラールを卒業し、パリの医科大学で博士号を取得した。大学卒業後、パリの科学研究所、サウジアラビア厚生省に勤務した。 1980年代、在仏アフガン人移民のための新聞社を設立した。タリバーン政権の崩壊までは、ザー・アヒルシャー元国王の官房長を代行していた。ハーミド・カルザイを主犯とする暫定政権樹立後、運輸、民間航空省に任命。後に国家安全保障担当大統領顧問となり、安全保障会議初期を務めた。ザルマイ・ラスールは、 大統領顧問として、カルザイの外遊のほぼすべてに随行した。2010年1月16日、議会により拒否されたランギーンガードファルスパンターに代わり、外務大臣に推薦され、1月18日に、承認された。2014年アフガニスタン大統領選挙に立候補、したが、第1回投票で3位に終わり落選した。パシュトゥ語、ダリー語、アラビア語、英語、フランス語、 イタリア語を話す。ありがとうございます。